でアルトバンを買ったの？と聞かれることもあります。馬力もないし、見た目も普通の軽自動車なので、走り好きの方からしたら不思議なんでしょう。アルトバンを買った理由は軽くて楽しそうだから。今回はアルトバンがいかに走りを楽しめる車か解説をしていきます。まずアルトバンを選んだ最大の理由はその軽さにあります。アルトバンの車両重量はたったの 610kg です。これは発売当時、新車で買える国産の車の中で最も軽い車体でした。海外を見てもアルトバンより軽い車は軽タハム7くらい。文字通り国内で最軽量の車がアルトバンだったんです。軽い車は加速燃費コーナーが良いです。走りを楽しむには軽さは最高の条件でした。軽量化は後からできなくもないのですが、シートを外して乗員数変更をしたり、100キロ以上軽くすると申請が必要になります。それをメーカーの方でやってくれるんだからありがたい。 HA36 は一つ前のあると HA25 より100キロも軽くなっています。メーカーが100キロも軽量化のチューニングをしてくれたんです。感謝。次にマニュアルであること。マニュアルは走りを楽しむのに必須だと思っています。オートマがダメではなく、個人の感想ではマニュアルの方が楽しいと感じているということ。マニュアルは S660 やコペンにも設定がありますが、やっぱり重いです。アルトの次に軽いマニュアル車がスバルのサンバーですが、サンバーは 740kg とアルトバンより 130kg も重いんですよね。アルトバンにはマニュアルの設定がある。これも選んだ理由です。次にエンジンです。エンジンはアルトエコと同じ R06A 型、燃費重視のものを大幅に改良したものです。49馬力という出力は軽自動車の中でも低い方です。正直物足りない気もしますが、車を楽しむにはエンジンパワーを使い切ることにあると思います。アルトバンは外注でもエンジンパワーをしっかりと使い切ることができるので非常に楽しい。2速全開でも60キロしか出ないのでスピード違反になりにくい。軽いのでオートバイのように軽く加速するので本当に気持ちいい。もちろん峠を流すだけでも本当に楽しく、まあ俺今車を操ってる感覚に陥ります。この感覚はロードスターに乗った時と似ています。つまりアルトバンを選んだ理由をまとめると、楽しそうだからです。アルトバン以外の候補がスバル、R1、ダイハツ、ミラジーノ、ホンダ、N1 でした。家族の利用は考えず、自分自身が手軽に楽しめる車を探した結果です。マニュアルの有無、車両の程度、車両の金額などを加味した結果、アルトバンに行き着いたんです。アルトバンは4年落ち、12000キロ、無事故、マニュアルの車体を26万円で購入しました。この安さで当時の現行の車を買えたのは本当にラッキーだったと思います。しかも運転も楽しい。今でこそマニュアル車は激減し、車も重くなり、排気量も増えています。軽い安い楽しい車はもしかしたらアルトバンしかないかもしれません。以上が私がアルトバンを選んだ理由でした。興味があったらぜひ探してみてください。